こんにちは。今回は開幕戦のコンサドーレ札幌戦を振り返ります。2022シーズンもいよいよ開幕しましたね。楽しみですよね。では両チームのフォーメーションです。エスパルスが 4-4-2、コンサドーレが 3-4-2-1 ですね。はい、では序盤のコンサドーレの攻めから見ていきます。コンサドーレがボールを保持した時はこのような形になります。ボランチの高峰が最終ラインに降りて両サイドのセンターバックが開いて4バックになります。そして両ウィングバックが前線に上がって5トップのような形になります。いわゆる密射式ですね。はい。エスパルスはこの形に弱いイメージありますね。10年くらいやってますが引き分けが精一杯って感じですよね。この試合でも序盤はかなり苦戦していて、コンサドーレが後ろでボールを持った時に、中山は本来は高峰にプレスに行きたかったと思うのですが、このように中山は高峰と福森の両方を見なければいけない状態になっていました。ですので高峰に行けば福森にボールを出され、逆に福森を気にしていると高峰がボールを運んで、中央の選手にパスを出されてしまい、プレスがかからない状態でした。エスパルスの守備もコンサドーレの前線に引っ張られて、全体がかなり間延びしていましたね。はい。そしてここから、コンサドーレは逆サイドで浮いている金子にパスを出します。金子はパスを受けたらドリブルで深い位置まで突破したり、そこからサイドバック化して上がってきている田中に戻して、田中がフリーでクロスを上げたりと、狙った形でエスパルスのゴールに迫ります。そしてゴール前では、エスパルスが4バックなので、大外で余るルーカスに合わせてきます。最初にポストに当たったシュートもゴールしたのもこの形でしたね。エスパルスとしてはこうなるのは分かっているので、そこはサイドハーフの選手が見ることになっていて、ポストに当たったシーンでも中山がルーカスの前にいたのですが、ゴールシーンの時は最初はルーカスにつこうとしましたが、中央にクロスが来ると判断して動いたため、最終的にルーカスが相手こぼれ球をシュートされてしまいました。なるほど。では次はエスパルスの攻撃の狙いを見ていきます。コンサドーレの守備の仕方が相手についていくマンマークなので、エスパルスはこれを利用します。これは後半に白崎が飛び出したシーンですが、コロリが中盤に下がることによってセンターバックの宮沢を釣り出して、さらにユイトも外に動くことで高峰の意識がそちらに向きます。そうやってコンサドーレの最終ラインにスペースを作ったところへ白崎が走り込みました。コンサドーレの守備は人についてくるから、こちらが狙って動かすことができるのですね。はい。やり方は少し変わったかもしれませんが、前半もこの狙いは一緒で、こちらが動くことによってコンサドーレの守備にスペースを作って、そこを使って攻めていく形でした。そしてユイトの同点ゴールも、コロリが降りて高峰を釣り出してスペースを作って、そこにユイトが入っていくという狙い通りの形のものでした。チームとしての狙いがしっかりゴールに結びついたわけですね。もう何点か取れそうではありましたが、逆に取られそうな場面も多かったので、まあまあ納得の結果ではないでしょうか。そうですね。エスパルスのサッカーについてはどう思いました？コンサドーレのやり方が攻守ともやや特殊なのはありますが、そのやり方に対してチームとしてどうやって攻めるか、または守るかというのが、しっかりと準備されていて、それを選手全員が共有して動いていたので、うまくいかなかった面もありますがだいぶ良かったと思います。それにサイドハーフのポジショニングや片山や原の動きなど、ある程度整理されている感じもするので、そのあたりもこれからの試合で興味深く見ていきたいと思います。なるほど。では今回はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。